皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はですね、今週末に、開催する予定の1000人 YouTube チャンネル1000人達成記念 YouTube ライブ&セミナーアンケートについてお話ししようと思ってこちらの動画を撮っております。よろしくお願いいたします。まず先日ですね、皆さんの温かいご声援とご協力をいただいて、なんと1000人達成しました。わあここなんか音入れたいですけどね、拍手がない一人で拍手。はい、で1000人達成したかった理由は、 YouTube ライブをパソコンでちゃんとやってみたかった、パソコンとあとあれですね、iPad とかああいうのでやってみたかったっていうのが理由で、で1000人になるといろいろな機能とかも使える機能が増えるので、そこをちょっと目指したかったんですよね。でふと気がついたら960人ぐらいになってたんで、あと40人ぐらいだったらなんとか皆さんの協力でって思ったら、皆さんがね次から次へと声もかけてくださったりとか、もう本当にありがたいことに1日で1000人突破して、その後もなんだかかんやかでなんか登録いただいて、でふと見たら1070人になっておりまして、私がびっくりみたいな感じなんですけど、はい、そのお約束通りですね、公約通り、1000人達成記念の YouTube ライブ&セミナーを開催します。そして、それもご約束していた通り、皆さんの視聴者様からのアンケート、アンケートフォームは、概要欄の一番上のところに、Google フォームで作ってありますので、そこに飛んでアンケートちょんちょんって名前とか全然なしで全然投稿できますので、はい、そちらで投稿していただければ多かった順に考えていこうかなというふうに思っております。で時間がですね、日時6月の14日の日曜日、14時から15時30分ということで、YouTube チャンネルオンライン公開にてということなんですけど、まあ、私この間私のクライアントさんと10分ぐらい話したやつを、その YouTube ライブみたいな形にして、まあ、なんとなくは使い方は分かったんですけど、実はまだちゃんとよく分かってない、だからコメントとかもらえるらしいじゃないですか。できっとこっち側に出るんですよね。で私違うところでやったサックスプレイヤーの一平さんっていう人のところ の YouTube ライブに出た時に、スパチャっていうんですか、スーパーチャットっていうんですか、なんかあれ初めてやりまして、投げ銭ってやつですよね。めっちゃ興奮してなんか3000円ぐらい投げちゃったんですけど、200いくらから700いくらとか2000円とかやって3000円ぐらい投げちゃったんですけど、なかなかあれやばいですよね。なんかこうやるとみんながなんつったかな、スパチャ、なんかね言うんですよ、投げると。でなんかそれがね、こう高揚感をみなぎるようなものになって、わスパチャ面白いとか思って、特に強要はしませんが、うまく私のYouTube のセミナーとライブがうまくいったら、スパチャなんぞ100円とか投げられるのかな、でもいいからなんか絵を見てみたいので、トライできる方はしていただけると嬉しいです。なんか物乞いのような状態になってますけどね、失態がないことを祈りたいっていう感じです。やったことがないので、多分そのまんま録画されるはずなんで、ライブで見れなくてももちろん見ていただくことはできるようにはするんですけど、そのこう流れてくるそれを見ながらですね、答えながら、その後またちょっと違う仕組み、ユーストリームかな、ユーストリーム、ん、違う、なんだっけ、名前忘れちゃった、なんかです、なんか違うやつも今覚えようとしてるので、それができるようになるともっと見やすく、こう、テレビ番組みたいに作ることできるらしいんで、それはまた成長した私を待っててくださいみたいな感じですね。はい、長くなりましたけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、アンケートの方にもね書いてありますけれども、じゃじゃん、当日はセミナーだけどサックスの演奏もやっちゃうぜっていうやつでございます。ここね、今家だからマンションでうち防音設備とかしてないから音はあんまり大きく出せませんが、
吹いてますよ。地味に静かに吹いてます。はい。これはオーラリーラブミーテンダーですけどね、はい、なんで曲目と聞きたいセミナーの内容をですね、まあ、アンケートで答えていただいたもの多いものを基準にちょっとやっていこうかなっていうふうに思っています。で、まずですね、聞きたいセミナー、アンケートに出していただければ書いてあるんですが、ざっと、まあ、こんなあたりが聞きたいのかなって思いましてですね、まあ、教室の先生のためのコンサルタントなので、私は他の授業にももちろん活かせなくはないんですけれども、基本はその人たち向けになりますね。初級編と今旬なもの編となんかあるんですけど、まずですね、アフターコロナ一番最初に取り組みたいこと、集客基本設計の基、オンライン講座の作り方、必要な準備と企画、 Zoom、YouTube、インスタライブ、オンラインツールの使いこなし、素人が初めて作るホームページ一番気をつけないといけないこととは、教室をリニューアルしたいコンセプトの作り方、まあ、こんな感じで挙げてあって、その他っていう項目も設けてあるので、まあ、なんかこれ聞きたいよっていうのがあれば、一応テーマのセミナーはやるんですけど、まあ、その他こう流れてくる質問とかにも答えながら、つうか皆さんが見てくれんのか、その日にお願いだから誰か見てコメントしてみたいな、まあ、最悪誰もコメントくれなかったら一人でずっと喋ります。はい、一人で勝手に曲吹いてるかもしれませんけど、まあ、ちょっとどうなるかよく分かりませんが、はい、そんな感じです。で、曲目が私今13曲吹けるのあるんですけど、練習中なのは練習中って書いてあります。はい、なので練習中だと漏れなくあんまり上手じゃない状態の聞くことができると思います。13曲載せてあります。 Love Me Tender、 Amazing Grace、 I Got Rhythm、 Tequila、 Jupiter、 ルパン三世、情熱大陸、 My Favorite Things、 異邦人、グレンゲ、まあ、グレンゲなんか今熱いところですよね。これぐらいなら多分怒られないはず。あと練習中で大変なんだけど、千本桜とかもね、結構ね、なんかよく流れてますよね。一番最初に覚えた曲なので、完成度が高いのは上に乗ってる方が完成度が高いです。下に行くにつれて最近やったばっかりみたいなのにだんだんこう移行していくので、完璧な演奏じゃないものを聞きたい方、今成長過渡期にある私だからこそ聴けるみたいな曲を聞きたい方はどうぞそちらを選んでください。ちなみにここにその他っていうのは設けてないのは、言われてもできないからです。私は基本ステージパフォーマンスをしたい人なので、楽譜を見ないで吹きたいから、アンプしてる曲でしかできないんですよ。そして私は未だにちゃんと楽譜が読めない人なので、耳で聞いたのを何回も何回も聞いて指と合わせて、ドレミとか振って合わせて覚えてるタイプの人なんで、楽譜を突然は渡されても吹けませんっていうことなので、無茶振りはしないでください。私は人に無茶振りするんですけど、私はされたら困ります。はい、まあ、ここら辺のは一応ねちゃんと今度7月6日にバースデーライブ、まあ、これもできたら YouTube でも流せるのかな、ちょっとそれは準備考えますけれども、はい、流せたら流そうかなというふうに思ってます。あ、でも Facebook ライブの方かな、 Facebook かもしれません。音はなんか Facebook の方がキレっぽかった気がする。はい、なんで、まあ、それもまたやりますけれども、はい、セミナー&パーティー、今回はですね、そっちの方はもうバースデーライブってことで、私7月6日が誕生日なんですけど、この間川でライブをやりましたらですね、近所の観客の方にですね、
生日ですか、いくつになるんですかって聞かれたので、51になりますっていうふうに言ったら、えらい驚かれましたけど、どうでしょうか、皆さん驚きますか、はい、51だけど人生はね楽しく生きていけるんです。あの私がねサックス始めたの49の、まあ、ちょっとギリなんですけど1年半です。でもあの充実して楽しんでます。だからやりたいことがある人はあの年齢関係なく楽しみましょう。今からでも楽器は多分いけると思います。私は楽譜が読めなくてもサックスを吹いているので、ギターでもピアノでも何でもやりたいことあるんだったらやったらいいんじゃないでしょうか。あのサックスはこのフォルムが結構好きでお気に入りでございます。ちょうどこちらのサックス買ったのがマイサックスですね。あの学校で支給されるようなやつじゃなくて、色が気に入って買っちゃったんですよ。これあのツートンカラーです。キャノンボールっていうところのホットスパーっていう HS5 とかいうやつだったかな。あの2色でデザイン性があってね、綺麗だから、このシャンパンゴールドというか、まあ、銀なんだけど、イブシ金、あとこのちょっと、ね、グレーのこのツートンカラーが気に入りまして、はい、あのこちらの方でドンとローンで購入しちゃいました、はい、1年ですね。あともう1年ローンが残ってますが、はい、あのやっぱ10万しますんで、はい、それをねまだ初心者で3ヶ月の人が買っちゃうわけですよ。あの形から入る人なんで、まあ、後戻りができない、ね、気に入った楽器でやる方がいいなと思って買って、でも正解でした。その後も頑張って練習して今に至るっていう感じなんで、はい、なんで、技術的にどうのこうのっていうのは容赦してください最初に言っときますけど、そこはもっとこうで、あでこうしたらいいよって書かれても理解できませんあの発展途中だから。ただ書かれたことはなんか後で私のサックスの先生にこれは何を言っているんでしょうっていうのは聞きたいと思います。上級者から見るとね、いろいろと言いたいことはあるんでしょうけど、一応私本業コンサルタントなんで、そこよろしくお願いします。はい、っていう感じでですね、はい、セミナー&ライブ、私も初めてやる形になります。ようやっとね1000人達しました。 YouTube チャンネルね、まだまだ大きく伸ばしていきたいので、皆さんと一緒にチャンネルを育てていきたい、まあ、遊んでいきたい、まあ、企画がね面白かったらちょっと定期的になんかそういうのをリクエストいただければ、そんなのもやってみようかなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さんで、6月の14日日曜日2時から3時半1時間半ぐらいですね、こちらの方をご一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。わっていう感じで全然なんかエンディングテーマが吹けないっていうところになりますけど、はい、皆様のご参加お待ちしてます。それじゃあねー。